おばあちゃん兄弟いたの？そういえば。おばあちゃんの兄弟いるよ。おばあちゃん一番年上だもん。あ、一番大正9年、1920年だから。1920年。言わせてみようか。お母さん。え？お母さん、生年月日は、西暦で何年ですか？1920年。1920年、大正9年、9年11月12日。ああ、11月12日。私がね、11月10日なのね。ほんで、妹がね、こっちの妹が、いいのよ、1920年でしょ。今2200。2020年。8秒、9秒、10秒。おばあちゃん、長生きの秘訣は何ですか？聞こえない。長生きの秘訣は何ですか？自然に年取った。自然に年取っちゃったの。あ、そうですか。だから、案外ね、芯が丈夫なのかもしれない。あ、でもね、赤ちゃん、小さい時はね、弱かった。あ、そうなんですか。小学校の3年生ぐらいは弱かった。あのね、7ヶ月で生まれたんだって。7ヶ月だから未熟児でしょ、はいはい、だから今だったらそりゃいろいろ保育に入れたりとかってことあるかもしれないけど、お母さんの1920年代のね、7ヶ月がね、そんな保育器とかそういうのなかったはずだから、よくあれだよよく本当にそこに生まれて耐えたね、本当に7ヶ月だからすごいんだよ。はい、お母さん7ヶ月っ子でしょ？ 7 ヶ月でしょ、お母さん。知らなかった。うん、おばあちゃん、特技は何ですか？だからね特技は何ですかって。え、お母さん、特技なんか何もないよ。もう今何もないよ。じゃあお母さん、好きなことは？今まではね、三味線弾いたりね。あ、特技 あるじゃん。会のね、はい、あのところ行ってね、体操の先生したりね、三味線弾いたりね、市民やったりね、いろいろやった。ああ、